イフェは、ナイジェリア南西部、オスン州の都市、イレイフェとも言う、人口50万1952人。ヨルバ人の天孫降林神話の舞台であり、ヨルバ最古の都市国家でもあった。今も、ヨルバ人の聖地となっている。イフェは、ヤムキャッサバ、カカオ、小麦、タバコなどの集産地であり、また、綿工業もある。イフェには、オバフェミア・オロー大学があり、 テレビ局や9000人収容のサッカースタジアムもある。ヨルバ人の神話によれば、オドゥワという伝説上の王がイフェに降り立ち、初代の鬼となり、彼の子孫がヨルバランド各地に散らばって、ヨルバ諸国が誕生したという。そのため、後に、イフェ王国が衰えてもイフェの王は、再試験を相変わらず、持ち続け、ヨルバ諸国の王は必ず就任の際、イフェに出向き、 イフェ王の承認を得なければ王として認められなかった。歴史上においてイフェの存在が確認されるのは700年から900年頃からである。イフェ王国はヨルバ諸国の中心として勢力を伸ばしたがやがて西方の王,王国に押され勢力を縮小させた。とはいえ証権はイフェが握っており証権と軍権との二重権力構造が続くこととなった。 19世紀末、イフェはイギリスによって植民地化された1300年頃の同性仮面王の銅像。ありがとうございます。